伊那電気鉄道の電車。伊那電気鉄道の電車。本校では、伊那電気鉄道。現在の東海旅客鉄道飯田線の一部が、保有した電車について記述する。伊那電気鉄道は、発足当初は、伊那電車軌道と称し、1909年、明治42年12月、軌道法に準拠した軌道として、辰野松島間を開業し、1911年、 明治44年には稲町までが軌道法準拠により建設された。稲町以南は京弁鉄道法に準拠する京弁鉄道として建設され、1927年昭和2年に天竜橋までの全区間が開通した。その間、1919年大正8年8月に社名を稲電気鉄道と改称し、1923年、 大正12年3月に、辰野稲松島間、同年12月に稲松島稲町間を改築の上地方鉄道に変更し、河川電圧を600ボルトから1200ボルトに昇圧した。このような経緯により、稲電気鉄道の車両は、1923年の昇圧を境として2機に区分することができる。昇圧後は、一部の600ボルト用電車が、 付随車に改造されて、1200ボルト用電動車による、牽引用に残されたほかは、新たに1200ボルト用電動車を新造し、取り替えられている。稲電機鉄道は、1943年、昭和18年8月1日に、路線の連続する、三新鉄道、宝来寺、鉄道、豊川鉄道と共に、戦時買収され、鉄道省の飯田線となった。 この時点で在籍していたのは、電気機関車9両、電車29両、電動車15両、付随車14両、貨車51両、有害車24両、無害車27両であった。また、稲電気鉄道の車両について特記すべきことは、自社松島工場での車両製造能力を有していたことで、自社用ばかりでなく、他社、岡崎電気機動、三河鉄道、 ちく電気鉄道用の車両製造も受け負っていた。この時代の車両は、延べで二軸電動客車14両、ボギー電動客車3両、二軸付随客車5両、二軸電動貨車6両の計28両である。今電気鉄道が軌道を追い立ちとしたことから、路面電車規格の4輪、二軸車が主体である。開業時には、電動客車3両、付随客車1両、 電動貨車一両の軽古両であったが、軌動法に基づく立野稲町間では、連結運転をすることができないため、同社の使用開始は、地方鉄道法に準拠して建設された稲町以南、開業時にまでずれ込んだ。また、連結運転ができないという事情から、電動貨車を多数保有したのも特徴である。また、1921年、大正10年9月には、在籍者に、 廃車や譲渡により、欠番を生じていたことから、番号整理のための改番、以降、第一次代改番と呼ぶを実施している。600ボルト時代の付随客車については、下記の5両が存在したと推定されるが、鉄道統計資料や営業報告書の記載に矛盾が見られ、正確なところは、よく分かっていない。1から3については、1917年。 大正6年度の鉄道統計まで記載されているが、それ以後は消滅し、1920年後期の営業報告書では2両の記載が見られ、さらに翌年前期では3両に増加し、これが1922年、大正11年度まで続いており、要目については1から3と同一の数値が記載されていた。しかし、同年度の鉄道統計資料には29、 30に相当する2両のみが計上されており、営業報告書の数値と矛盾する。1923年に実施された昇圧に伴い、電動車はすべて新製のボギー車に置き換えられ、従来の6 0 0ト用電動車は、ボギー車3両、歩1から3が、電装解除の上付随車として引き続き使用された、以外は、使用が停止された。 1926年の第二次大会版以前は、電動車、付随車それぞれに一から不番されていたが、同会版以降は、電動客車は、で、付随客車は、差を形式に関し、形式ごとに番号を飛ばして不番するようになった。また、車体への表記は、東急用途等の記号を付加した、でサハユニフ等とされている。電動車はべてインデンタイプの車体を持つ。 両運転台系、付随車はすべて制御回路の引き同士を設けず、電動車の牽引によって運行される、後付付随車と呼ばれるもので、鉄道省の規定では電車に付されることのない、緩急車を表す記号、負が記号の末尾に加えられている。1923年の1 2 0 0ト昇圧に伴って用意された、両運転台のボギー式電動車で、で百計算量。 デハ100から102で200系5両、デハ200から204が記者製造東京支店で製造された。製造当初は前期の順番で1から3.4から8と称したが、1926年の第二次大会版により、2形式に区分された。車体は長さ16メートル級の木製で、片側3カ所に客用扉を設けており、屋根はモニター型である。 で100型とで200系の車体は同一で、台車や主電動機といった走行機器関係が異なるのみである。側窓配置は 1D141D141D1、前面は貫通式となっている。車体の最大寸法は、長さ 15,875mm 幅 2642mm、高さ 4,147mm で、座席は、 ロングシート、定員は84人、内座席52人である。制御装置はいずれも非自動関節制御である。走行機器に関しては、で100系の主電動機が 78.3kW4 機、歯車比が1、2.65、台車が鉄道省 TR14、後の DT10 同等品であったのに対し、で200型は、電動機出力は 74.6kW4 機、 歯車比が1、4.56、台車がブリル 27MCB-2 である点が異なっていた。買収後は、稲松島に配属のまま河川電圧1200ボルトの飯田線、天竜橋以北で使用されたが、同区間の1500ボルト昇圧に伴い、両形式の前車が1951年に富山高線へ移った。この時点で、は、 型運転台化され、100は、両運転台のまま電装解除の上制御車化、されており、1953年6月の、車両形式称号規定改正の際には、10万1 1 0 2に、ガモ派1900系、1900、1902、百額派5910系、5910に改められた。その後、両形式とも1954年、 昭和29年3月に廃車され、いずれも私鉄に払い下げられた。一方で200型は、主電動機出力が小さいことから、早期の淘汰対象となり、1951年10月に203が廃車となったのを皮切りに、1953年3月までに、全車が廃車あるいは車種変更され、国鉄形式は与えられなかった。このうち、 201は1952年に、救援者として客車に類別変更されないや16,870系、16,872。翌年の改版で、なえ17,100七17,122となったほか、200と204は、私鉄に払い下げられている。年、大正年と年、大正年に、 自社松島工場で製造された、両運転台式の制御電動車で、3両、デハ110から112が存在した。これらのうちで、ハ110は、国有化遥か以前の1928年、昭和3年に、三河鉄道へ、譲渡されて、同社のデ200となり、末尾のデハ112が2代目で、ハ110に改版されている。三河鉄道で200は、後の合併により、 名古屋鉄道も1100系、1101となり、名鉄も3700系電車に走行機器を譲り、廃車された。車体は、で100系、で200型とほぼ同様の16メートル級木製で、あるが、窓配置は、1D151D151D1 と、扉間の窓が1枚、多く、その分1枚あたりの幅が狭くなっている。主電動機については、 で、百型と同様の 78.3kW4 で、あるが、台車は、記車製造性の KS-30L であった。買収後は、稲松島に配置され、飯田線北部で使用されたが、同区間の昇圧に伴って、富山高線に移り、1953年の、車両形式称号規定改正時点では、デハ110が、両運転台の制御電動車、デハ111は、 伝送解除されて、変運転台の制御者となっていた。そのため、デハ110がもハ1910系、1910、デハ111学ハ5920系、5920となっている。1910は1955年、昭和30年3月に廃車解体、5920は1954年、昭和29年3月に廃車。 北陸鉄道に譲渡されている。1927年、昭和2年に、汽車製造東京支店で製造された、両運転台式の制御電動車で、5両、デハ120から124が製造された。車体デザインや走行機器類は、デ110型を踏襲するものの、車体を構成とした半構成車である。1 2十号電車形式図。買収後は、 稲松島に配置され、両社と共に、飯田線北部で使用されたが、1952年に、福縁専用として、府中町電車区に転属。さらに1953年には、富山高線に転用された。同年6月に実施された、車両形式称号規定改正では、もは1920系、1920から1924に改版されたが、 1920から1923は1956年3月、1924は1955年3月に廃車され、全車が私鉄に払い下げられた。1924年、大正13年に日本車両製造東京支店で産両が製造された木製付随車で、製造当初は1から3と称したが、第二次大改版により差100系。 サロハユニフ100サロハユニフ102となった。二等三等郵便荷物合わせ作り車で、記号はサロハユニフという非常に長いものであった。1937年、昭和12年9月1日付で二等車が廃止されたため、記号はサハユニフに変更され、この状態で1943年の買収を迎えた。この時点での車体の特徴を次に記す。車体は、 全長16メートル級のモニタールーフを持つ木造車で車体の半分が郵便室、過重3トン、その g に荷物室、過重1トン、後くらい側は3等室で、定員は32人、内座席16人である。便所は前くらい側と後くらい側の車端部に2カ所設けられており、3等室は便所の位置の関係で左右で、扉の位置がオフセットされている。 台車は釣り合い両式の TR10、自長は25トンである。1937年の三新鉄道全通により、豊橋立野間の直通運転が開始されたのに、伴い、本形式は直通運転用に使用された。国有化後は、豊橋機関区に転属し、引き続き直通運転用に使用されたが、この間の1945年、昭和20年2月に、 サハユニフ100が土砂崩れにより、売れ側に転落して廃車となっている。本形式は、飯田線北部、旧稲田電気鉄道区間の1500ボルト昇圧に伴って営業運転から退き、1952年、昭和27年に、救援車に改造され、つまに観音開き式の扉が設けられた。翌年6月の開版では、さえ9320系。 9320、9321に解消され、9320は中部天竜機関区、9321は豊橋機関区の配置となった。豊橋の9321は、区エ28系、区エ28100の収益に伴って1964年、昭和39年に廃車となったが、中部天竜の9320は、 さらに町名を保ち、1979年、昭和54年まで在籍して、国鉄最後の木造電車となった。1926年、大正15年自社松島工場製のサハフ312を、1937年に三等郵便に持つ合わせ作り車、サハユニフに改造したもので、サ百型とともに直通運転用に使用された。 100型と同様の経過をたどって1953年に救援車に改造され、同年6月の開版では、再9330系、9330となったが、1959年、昭和34年12月の番号整理により、再9320型に編入され、9322と開版された。本社は、 稲松島機関区の救援車として使用されていたが、1971年、昭和46年に、後継の雲蛛21型が配置されたのに伴い、廃車解体された。1920年日本車両製造東京支店で製造された、車体長14メートル級の600ボルト原価時代の木製電動車、歩一歩三を、昭和後に、 伝送解除により付随者化したものである。1926年の第二次大改版により、番号順に差300系、サハフ300、サハフ301、差200系、サロハフ200に改められた。その後1929年、昭和4年に全車が再改造され、上記の順番で差220系、サハニフ220、差210系、サハニフ210、差200系、 サハニフ200となっている。国有化後は、従来同様稲松島機関区の配置で、後付付付随者として運用された。サハニフ200は1951年、サハニフ210は1950年、サハニフ220は1952年に、廃車解体されており、国鉄形式は与えられていない。1926年議社製造東京支店製の三付随車で、 車体長16メートル級の木造車である。3両、サハフ310、サハフ3 1 2人製造されたが、1937年に312、ガサン東郵便荷物合わせ作り車、サハユニフ110に改造され、1943年の国有化時点では2両、サハフ310、サハフ311が在籍していた。その後も稲松島機関区に配置されていたが、 1952年に、サハフ310は、救援車に、改造の上客車に類別変更されないや1687、と、改版、サハフ311も、同年解体されたが、旧南海鉄道、半和元気鉄道をもた307の廃車体を区派752、として復席させる、際の名義上の改造主車となっている。1929年に製造された、 半高性で丸屋根を持つ、車体長16メートル級の3頭に持つ、合わせ作り付随車である。汽車製造東京支店で3両、サハニフ400から4 0に、日本車両製造東京支店製の2両、サハニフ403,404の稽古量が製造された。両車は、基本的には、同型同台であるが、細部に、違いがある。側面窓配置は、1D。 下 4D6D3 で荷物室の荷重は2トン、3等室の定員は90人、内座席48人で、3等室の扉間にはボックスシートが6組配置されている。次長は25トン。国有化後は稲松島機関区にあって従来同様後付け、付随者として使用されたが、1952年6月に、 運用の合理化のため400と401が荷物室を運転室に転用して制御者化され、記号が区派となっており、翌年の車両形式消防規定改正により区派5900系、5900、5901に改められた。両社は1958年、昭和33年2月及び3月に、試作交流直流両用電車の電源車として、作りされ、屋根上に、 硬直流用のパンタグラフ、空気遮断機、硬直切り替え機を床下に駆手変圧機、水銀整流機、二つの硬直転換機、直流リアークトルをそれぞれ搭載して、72系、モハ73,034、モハ73,050というニットを組み、作並機関区に転属。 仙山線の仙台桜並間の交流電閣間と桜並山寺間の直流電閣間を直通する試験に供された。1959年の車両形式称号規定改正でそれぞれ区屋490系1、11と雲屋491系1、11に改版され、区屋490から1、雲屋490から1で永編成。 クヤ490から11クモヤ490から11で B 編成とした。これはクヤ490型に搭載していた主編厚き水金清流器と車上での硬直切り替え方式を AB 編成で異なる方式にしたためである。さらに1960年には営業用にも使用されることとなって車内に設置され直流リアークトルやバッテリーを撤去し、 それぞれ区派490型とも派491系番号を同じに解消された。廃車は1966年、昭和41年2月である。付随車のまま残っていた3両、402から404は、1952年に戦績戦に転出し、1953年の車両形式称号規定改正で、佐波に7900系。 7900から7902に改められたが、1957年2月に廃車され、うち7901と7902は、翌年、広南鉄道2乗とされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。